去年11月、屋久島沖で起きたアメリカ空軍の CV-22 オスプレイ墜落事故の原因について、アメリカ軍は操縦士の判断ミスと変速機の部品の破損によるものだったとしていますが、破損の明確な原因は解明されていません。こうした中、アメリカの AP 通信はアメリカ軍のオスプレイについて過去5年間で60件の故障報告があり、うち少なくとも41件に破損の兆候があったと報じました。また変速機の部品が破損したのは屋久島沖の事故が初めてではなく、同じ金属の不備により過去に7回関連の部品に亀裂が入るなどの事故があったと報じました。Catastrophic material failure that we have never seen before in the V-22 program. 屋久島沖での墜落事故をめぐっては、アメリカ軍の担当者が今年6月の公聴会で墜落原因となった部品の安全性にはまだ懸念が残るとしています。今年3月にアメリカ軍と陸上自衛隊がオスプレイの飛行を再開させていますが、そのリスクは払拭されていません。